こんにちは、おっすおっす。スパロボ F 縛りプレイ、今日もやっていくぞ。前回は、迷惑4人組と将軍様が打ち上げを襲ってきました。結果何の問題もなく宇宙まで飛びましたとさ。お約束なので言っても仕方ないのですが、何しに来たんでしょうね。今回のインターミッション内容です。今回のステージでは、勝手にゼータガンダムを持ち出して出撃したりされるので、乗り換えてます。こういうことさらっとやるあたり、さすがロンデニオンってところなのだろうか。やはり最強部隊のお膝元コロニーは違った。ということで、救出のため陽動部隊が出撃しました。ご覧の通り、ダバ以外戦闘ができません。しかもカミーユさんがゼータガンダムを、ショウガチャムを勝手に連れ出しています。厄介なことこの上ないですね。ひとまず役に立たない人たちはコロニーの上に避難しましょう。ダバには一人で孤軍奮闘してもらいます。ここか遅い、やってくれたな。見事に綺麗に斜めに並んでますね。建物の上に乗ってエネルギーは回復する体勢をとっているので反撃で減らしていける状況はありがたいな。敵にはバウのモビルスーツ形態が新しくいますね。それに後ろにはベルガギロスがいるな。今後の DC の量産機としてバンバン出てくる機体だから、戦闘艦は掴んでおきたいな。この射程ならドライ戦もトライブレード撃ってこないし、残りもビーム兵器だけだし、ダバさんは当たっても問題なさそうですね。これだけ狙われると攻撃でエネルギーカツカツになりそうだから、なるべくビームコートのエネルギー消費は避けたいところだけどな。救出部隊も出てきました。マシュマーが勝手に解放したので、やることは特になかった人たちです。それにしても、よりにもよってそんなところ出てこなくても。逃げ出したくても横は崖に阻まれてる上に、その奥にも敵がいる。さらに下手に動けばラカンのドーベンウルフに狙われそうと、散々な配置です。ひとまず、ドーベンウルフの射程内から逃げる形で、待機しましょう。ダバが数を減らして、逃げ場を作ってくれるまでは我慢です。ところで、右上のメカザウルス支部、完全に追っかけてきてますけど、とりあえず逃げ続けるしかないだろう。やばい、届いてた。まあ下手に突っ込んできてビッグモスが狙われるよりはマシですが。人思いに楽にして失敗するな。メガランチャーなのにその手に持ってるものからは撃たんのかい。 FRR メカザウス支部はもう完全にあいつらを標的にしてますね。デフェンストにもブースターつけておけばよかった。こんな性能のモビルスーツください。ドーベンウルフとかオールドタイプで電力を出せる機体だし、最も欲しいまであるな。インコムプラスメガランチャーって考えたら、量産型ニューガンダムプラス F91 みたいなもんじゃないか。最強か。
ダバさんエネルギーまずいですね。いくら回復するとはいえ、これだけポンポン撃ってたらさすがになくなってきますね。あのハンブラギとベルガギロスがこっちに来ないかが心配。ビッグモスにミノフスキークラフトをつけておけばもう少し逃げやすくなったかもしれないけど、そうするとシャイニングガンダムより装甲が下がるので、どんな状況でも狙われる可能性が高くなりそうなのかな。と言っても今は装甲値同じですけどね。ハイブリッドアーマーを外すのを渋ったので。あちょ、ハンブラビさん思いっきり下に行きましたね。まずいな。あれをなんとかして倒さないと。ランクーガの元ことビッグモスさんがタコ殴りに合いますね。ほとんどビッグモスなのにあの体力の違いはどういうことなのか。行け。アズノマスオキシンは伊達じゃねえんだよ。左側からも敵が来たな。申し訳ないがあれはマサキに行ってもらおう。ドモンさんとかビッグモスさんが狙われるより全然いい。というより全部余裕で避けそうですけどね。サイバスターありでこのステージやったら、ラカンさんすら 0% で、味方が出てくる前に全部敵を片付けてしまったのはないっしょ。とりあえずシャイニングガンダムを地形効果なしのところに置いたので、これでビッグモスさんは狙われないはず。走行値同じで、片方には防御に補正がかかってるから、かかってない方を狙ってくるってことですか。思い通りになってくれるかは知らん。計画通り、どやらないでください。ドモンさんが狙われる分には問題なさそうだな。HP も多いし、ど根性もあるし、ある程度のターンは耐えてくれそうだな。リョウさんはサブパイロット扱いだから精神ポイントが少ないのかな。火ダメ減らすための気合で全部なくなりましたからね。やらせん。見切った。そこ、バカな、これほどのパワーが。ベルガギロスさんですね。ショットランサーが命中補正も高いし、移動後打てるし、威力も高いし、実弾出しということなしな性能をしています。非常に厄介ですね。さらには小型モビルスーツだからか、運動性も他のダブルゼータ時代のモビルスーツより高いみたいです。非常に高性能な機体ですが、ドライ戦とかバウとかほど数が出てこないのが救いですかね。なんとかあの一体を落とすことができました。エネルギー回復を諦めてまで落としに行ったんだからな。全く厄介すぎる。でも、あれが落とせたことで、ビッグモスとドモンさんの逃げ道が作れそうです。うまいこと逃げたいところですが、どうあがいてもラカンさんのドーベンウルフの射程内に入ってしまいそうです。あの森地帯邪魔すぎるんだが。ようやく本体が到着しました。なんか目の前に渋いるんですけど、適当に倒すしかなさそうですね。そしてついでにヒーロトロワカトルさんが登場。なんでヒーロは前回いなかったんでしょうね。きっと一人になりたい気分だったんでしょう。それにしても左側がすごいことになってますね。ドモンさんたちが逃げ出せれば今すぐにでも逃げたいんですけどね。走行値の関係でマサキの方にわらわらと集まってくる。マサキは逃げる時にはサイバードになって加速使えば一発だから楽なんですけどね。一
とまず、飛べる機体で下まで急降して、数を減らしていくか。なんかシグ3橋の上に陣取ってますけど。唯一の通り道に何をやってくれますか、あいつは。む、どこ行くんだ。まさきを狙ってくるやつと狙ってこないやつの違いがわかりませんね。まあマップの上の方に来てくれるならありがたいけどな。その分ゼクスたちが追いつきやすくなるし。ラカンさんは超強気だから気力がもりもり上がってますね。本当は先に倒せるなら倒しておいた方がいいんだろうな。逃げ道も確保しやすくなるし。そう簡単に落ちるもんか。なんとか橋の上から降りてくれたから通れそうですね。まあゼクスとノインさんが向かってるからそこまで急ぐ必要はなさそうだけどな。めっちゃ効くやん。リザードで当たり前ですよね。いつも地形とか気力でごまかしてたけど、さすがに防衛もなしで受けると痛いですね。無改造リザードじゃ痛いの当たり前なんだよな。くらえ。ひとまずシグを撃墜だぜ。これでようやく通れますね。今ターンはビップモスがラカンさんに狙われるのが分かってるから、ノインさんで身代わりを使っておこう。身代わりって初めて使ったかもしれない。戦闘レベル、ターゲット確認。排除開始。なんか知らないがヒーローさんがヘラシに協力してくれてるぞ。というかカトル君どこ行くんだ。この落ちろっての見切った。ごめん。やってくれたな。一般兵かと思ったらゴットンでした。弱気なのでエリート兵より余裕で弱いです。気力の差がヤバいことになってそうですね。いやドモンさん狙われてますけど。あれ、なんでだろうか。まあドモンさんが狙われる分には問題ないだろう。ドモンさんもだいぶ減ってますけどね。それでもドモンさんはもう森から抜けれるからな。あと抜けれないのは行くぜでおなじみのリョウさんだけだろうし。マジビッグモスにミノフスキークラフトつければよかった。今更ですね。ドモンさんは完全に抜け切りました。加速が偉いです。やってみる。おお、やるな。見直したぞ。落ちろー。かわせた。マシュマーさんはハンマハンマに乗ってきてますね。原作通りですね。ラカンさんもドーベンウルフだし、まだある程度守ろうとしてる意思が見えますね。噂に聞くと F とかの旧シリーズは、仕様などが少なくて、結構いろいろな部分がスタッフの記憶頼りだったらしい。その結果が再現する気のない原作とか、いろいろはちゃめちゃな設定とかになってるっぽいぞ。バランスが悪いのはスタッフの記憶とは無関係でございます。いや一体な。マシュマーさんは強気なので気力が結構上がってるからな。さっき出てきたばかりのゼクスだとちょっときついかもしれんな。
悲しくなってきた。これがモビルスーツの決定的な性能差ですか。やめるな。まだだ。私は戦える。身代わりかけてたの忘れてた。いや忘れるなよ。身代わりってあんまり詳細知らないんだけど、これって防御状態じゃなくてそのまま食らってるのかな。どうなんだろうな。まあ確かにいくら羅漢の気力が高いとはいえ、防御しててあれは食らいすぎな気はするな。援護防御とは違いそうだな。まあ覚える人も少ない上に使う機会も少ない精神コマンドだから、詳細なんて知らないよな。誰か身代わりの詳細知ってる方いたら教えてくださいな。今後使用機会があるかは知らんか。惜しかったですね。さっきまでクリティカル連発してたから出して欲しかった。なんか羅漢さん気力140もあるんですけど、完全にヤバいことになってますね。あれ同じく気力上がってるダバ以外で相手できんのかな。火ダメもですけど、余ダメもがっつり減りそう。やらせるかよ。どこ狙ってんだよ。くそ、卑怯な真似を。なんだこれ、弱者対弱者の戦い。ひとまず、マシュマーを落としておこう。盾まで考えると熱血かけるのが丸いかな。ここで生きられたら困るからな。悪いな、死んでもらおう。な、なに？ゴットンさん気力79って。下がりすぎにも程がある。もらった。やる。けど。これなら。いや、だ、ダメだ。とりあえずマシュマーゴットンは撃破。残りはこの人なんだけど。エネルギー切れてメガランチャー撃てなくなったな。これ、もしかしてインコム飛んでくるからダバで回避できなくなるんじゃ。ビーム兵器でもなくなりますしね。お羅漢だから、この程度でやられません。ガードがガラ空きだぞ。当たり者か。熱血かけてこれですか。気力やべえよ、やべえよ。とりあえずウィングチームをいい感じに配置させたので、必中オーラの魔法で削るぞ。カトル君だけ全然効きませんでしたね。盾されたのかな。ひとまずカトル君は置いといて、ヒーローがマックス兵器を撃ってきていたいのでさっさと落とすぞ。任務失敗か。やらせるか。戦術、戦闘レベルと無駄な攻撃だ。遅いな。間一髪。今日の降参 80% 後半の攻撃外しすぎじゃないですかね。自覚が足りないな。やる気を見せろ。ちょうどいい感じに減ってきてるな。コウさんがやる気を見せれば5ラウンでいけそうだな。
やる気はありましたか？許されないことだと思います。そして倒しきったというエレ様が激励を覚えてくれました。これで妖精に次ぐ3人目の激励要員ですね。それでも3人だから少ないんですけどね。この縛りの特徴的なところって、2軍縛りだったら豊富になりがちなサポート精神コマンドすら不足してるところよな。シャングリラチルドレンがいないのが大きいな。鍛錬するんだな。まだ終わりではない。さすがに痛いな。ひらめきがかけれなかったから仕方ないが、生きててよかった。そこ！バカな、この俺が。よしよし、これでもう残りは雑魚処理だけだな。どうしても大って最後に残りがちだよね。体力だけ無駄に多いからな。撃たないから。ギリアムさん、アムロさんは記憶が混濁しているようです。ということでクリアです。お疲れ様でした。次回はとうとうスパロボ F 最終話です。なんだかんだここまで来れましたね。未だにガンタンク使うとは正直思いませんでしたけどね。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。